この動画は、令和納豆のメールを晒します激怒、という動画の続きです。まだ見ていない視聴者兄貴は、上記の動画を先に見ることをお勧めします。令和納豆から来たメールについては、先述の動画で紹介しましたので、そちらでご確認ください。まず名誉毀損の申し立てが、YouTube に認められたと考えていますとのことですが、一体何を言ってるんですかね。何度も言っていますが、令和納豆ロゴの使用による、著作権違反で動画が削除されています。ロゴや著作権違反の画像は使っていない。証拠となる画像も動画で公開しましたし、宮下オーナーにも、著作権侵害で処理されている画面のスクショを、メールに添付しています。また YouTube 運営に問い合わせても、著作権侵害として通報され、処理されていると確認しました。その上で、名誉毀損として、YouTube に申し立てが認められたと考えています。でも言ってることめちゃくちゃですよね。私の話を全く聞いていない、あるいは聞いているが、全く理解していない、という感じでしょうか。あと、一番意味がわからないのは、令和が Twitter や YouTube などで、複数アカウントを使って、令和納豆に関する投稿をしている、という趣旨の文章です。そんなことしてるわけないだろう。いい加減にしろよ、宮下。なんで令和納豆のために、私がわざわざそんなことをしなければ、ならないんですか。そんなことをしている意図間があったら、YouTube の動画を作ります。その方がお金になりますからね。あのねえ、この人ちょっと、こういうところがあるんですよ。令和納豆にした人物とのやりとりで、その突者の Twitter アカウントを、宮下オーナーが見たとき、突者とリプでやりとりしていた、別人のアカウントを、突者だと勘違いするという一幕がありました。このエピソードからもわかるように、宮下オーナーは、ちょっと特殊な人なんですよ。なので、Twitter や YouTube で、私が福岡で令和納豆関連の投稿をしている、というのは宮下オーナーの勘違い、または妄想です。ただ、YouTube 運営に間違って削除された動画を、デイリーモーションに再投稿したことはあります。それは私本人です。その動画1本くらいかな。他は私ではないです。私ではないので、もし SNS で誹謗中傷などを受けているのであれば、勝手に訴えてください。私は何も困りません。というか、なんで私だと思ったんでしょうね。ちょっと本当にヤバいですよ。あと、著作権侵害の撤回を、交渉のカードとして使える。と勘違いしているようですが、そんなもん、放っておいても3ヶ月で消えます。なぜ交渉のカードとして、使えると思っているのか、全く意味がわからないです。あと喧嘩を売るなら、少しは相手のことを調べた方がいいです。こういう、ゴミみたいな脅しが通用する相手だと、思ってるんですかね。私はある程度、お金と時間もありますので、訴えるなら勝手にやってくださいという感じです。というか、私が投稿している動画は、訴えられて負けるような表現は、使っていないと思うのですが、他の人の令和納豆関連の動画で、いくつか名誉毀損の申し立てを受けて、ブロックされているものがありますが、私の動画で消されたのは、間違って削除された例の動画1本だけで、他の動画は全て無事です。名誉毀損の申し立てって、問題のない動画でも結構申請が通ってしまいます。感度3000倍のガバガバ基準です。しかしその名誉毀損の申し立てにも、私の動画が引っかからないのなら、訴えられても負けることはないでしょう。他にも言いたいことはたくさんあります。後日、長めの反論動画をアップします。別に令和納豆と喧嘩したいわけではありません。私は和解の提案も動画でしています。しかし宮下オーナーが、わけのわからないことをしてきたり、言ってきたりしてくると、こちらもどんどん反論します。最後までご視聴ありがとうございました。